こんにちは、粟田洋介です。今日は私が絵を描く理由というお話をしたいと思います。プロフィール作りなどに役に立てていただけたらと思います。アーティストって単に作品を作るだけじゃなくて、言葉で自分の作品を説明したり、自分自身についても言葉で説明したりします。そういうことが難しいと思うのは私だけではないのではないでしょうか。まあ、プロフィール、バイオグラフィー、アーティストステートメントなどというものがありますが、私は自分のホームページやポートフォリオにそういったことを載せています。バイオグラフィーとかアーティストステートメントとかっていう言葉は覚えておいたに越したことはないんですけど、特にプロフィールにバイオグラフィーとかアーティストステートメントってその言葉自体を載せる必要はないので、難しい言葉だと思ったら特に覚える必要はないと思うんですけど、要するに自分の出身地、生い立ち、現在の環境、自分の趣味、趣向、哲学、そしてそういったものが自分の芸術作品にどう影響しているかみたいなことですね。それからなぜアートを作るのか、そしてこれからどうしていきたいのかとかね、そういったことも書いたりします。あとは自分のアーティストとしての経歴ですね。まあ、私の性格からは作品の説明とかそういう自分の説明とかなんか理屈っぽくてめんどくさいなって思うんですけど、自分の作品を見てくださる方が、まあ、その作品とか自分のアートとかそういったものに対してより理解を深めていただいたり、より楽しんでいただいたり、そのためには作品の説明、作家自身の説明っていうのは大変有効だと思います。とはいえ言いたくないことは言う必要ないと思うし、でも私の場合はただ事実を正直に分かりやすく説明できたらなという気持ちでそういう文章を書いています。だけどもっといい言い方ないかなとか、まだなんか伝えるべきことが潜在意識の中にあって、で自分でも気づかないでいるとか、あとはまた将来自分の考えとかも変わるかもしれないし、まあより良いバイオグラフィーとかを書いていきたいなと思っています。私が大学の時の英語の授業で、自分が作品を作る上で何を表現したいのかという内容のエッセイを書く課題がありました。その時に自分が表現したいっていうことはなんかすごい大それたことじゃなきゃいけないのかなって、それですごくなんか難しく考えて、まあ私らしくない時事的なことを書いたんですけど、その時クラスのみんなが自分のエッセイを読むんですけど、どれも素晴らしいんですよ。だけどなんかこの程度の内容でいいのかって思ったんですよ。なんか別に大それたこともなく、なんかすっごい身近で趣味的なことが書いてあったり、なので難しく考えてる方がいらっしゃったとしたら、なんだこんなことでよかったのかって思っていただけたらなと思い、私の話をしようと思います。何のために絵を描くかって、それは楽しいからなんですけど、絵を描く理由には自分自身のための理由と人様のために描くっていう理由があると思います。で、私が本当に絵を描く理由は直接的な自分自身の自分勝手な理由しかないんですけど、でもそれが間接的に人のためになるということにある時期から気づきました。で、まず最初にその自分勝手な理由からお話ししたいと思います。私は長いこと絵を描かないとちょっとおかしくなってきたんですよ。まあそういうこともあるんですけど、まずはじめに私が絵を描き始めた時のことをお話しします。絵を描き始めたとか言っても、それは物心ついた時から絵を描くことが好きで、絵を描くことが自分のアイデンティティみたいに思っていました。まあその頃アイデンティティなんて言葉は知らなかったんですけど、まあ絵を描くとかなんか作るとかそういう以外に得意なことがなかったんですね。でも子供の時に絵を習うとかっていうこともしなかったし、しかも高校は美術の授業すらない学校でした。で、子供の時から大人になっても絵を描くとは関係ない道に進むんですけど、なぜか最終的には絵を描くことになってるんですよ。大学も普通の大学行ったんですけど、アメリカの大学って専攻を途中で変えられるんですね。なのでアートの実技の授業を取ってるうちに専攻をファインアートに変えてしまい、アメリカの大学は編入ってことも別の学校からの単位を引き継いでできるので、美術系の大学に編入して、でイラストレーションを専攻したりとかもしていました。その後も何回も別の道を選ぶんですけど、結局何かの表紙に絵を描いてたり、自分がアーティストだったりに気づかされたりして、だからなんかすごい絵描くっていうのは運命なんじゃないかなって気がしています。まあ、そういう自分のやりたいことをやってる時ってすごく気づいたのが、
人生って短すぎるなと思ったんですね。やりたいことがいくらでもあるから、だから立体作ってで平面の絵を描いてってやった時に本当に時間が足りない、どっちを選ぶかって言ったら立体作るのも好きなんですけど、どちらかといえば絵を描くことの方が3倍とか4倍自分にとって充実するなって思ったんですね。なんか一つ取るって言ったら絵を描くことだと思うんですね。正直言ってそれが自分が絵を描く理由なんですけど、まあ作家として自分が絵を描く理由ってこういう話は人にしないんですけど、この自分勝手な理由が間接的に人のためになってるんじゃないかっていう話を今からしたいと思います。私の作品を見た人からよく癒されるとか元気が出るとか、まあ面白いって言われることがあります。それっていうのは私の作品が人様に与える影響ということですね。まあアートはコミュニケーションです。なのでちょっと自分が会話している時、お話ししている時と置き換えてみると、私は人を笑わせることが好きです。あとは人を勇気づけたり、なんか安心してもらう、そういう感じで会話するのが好きです。だから人が言う癒されるとか元気が出るとか、まあ面白いとかっていうのもそうですけど、不思議と私が会話している時に意識していることが私の絵から伝わってるんですよね。まあ絵を描く時も意図的に多少そういう風に思う時もあるんですけど、まあ面白いとかふざけた表現はかなり意図的なんですけど、なんか人をポジティブな気分にさせるってことはあんまり考えないので、作品って多分無意識に作る人が現れるんですよね。だから私が絵を描いてて楽しくて幸せで愛に溢れていたら、それを見た人にそれを届けることができるんじゃないかなと思っています。なので私が絵を描く理由は簡単に言うと、自分自身そして人々の幸せのためです。でこの動画の内容で絵を描くことは必要なかったと思ったんですが、また例によって絵を描きました。でこんな感じに完成しました。これは都会の月というタイトルにしました。絵を描いてるときはそういうこと考えないで描いてるんですが、例えばここに建物があるんですけど、私は東京出身なのでなんかこういう建物っていうのが身近に感じられます。なのでよく私はビルとか家とかの絵を描きます。まあこれはあんまり説明するような絵でもないし、まあそんなとこですね。で今ちょっとモニター見てて、ここにちょっと黄色をもうちょっと足したくなりました。ここに黄色を足したくなったのでちょっと足します。ちょっとね、こんな感じで足しました。結構意識しないでいても、まあ、こういう自分の生まれ育った環境とか無意識に感じている普段の生活とか、あと本当いろいろなことが結構無意識に作品に現れることなんじゃないかと思うので、そういうこと考えていくと説明することって結構あるんじゃないかと思います。それから私のウェブサイトは下の概要欄にリンクが貼ってありますので、まあ立派なものではないんですけど、興味がある方はご覧になってください。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。